皆さん、こんにちは。今日は大阪駅にやってきました。大阪駅って、梅田駅って言ったりもしますよね。それが、こちら、阪神の梅田駅。阪神って聞くと、私はね、大阪、関西圏には行ったことが子供の頃なかったので、阪神タイガースっていうね、言葉しか知らなかったんですよね。阪神っていう場所があるんだと思ってたんですけど、大阪と神戸を結ぶ鉄道会社の名前だとね、全く思ってませんでした。鉄道会社が百貨店をやるということで、この梅田駅、大阪駅、大阪の最も中心地ですね、には百貨店が乱立していました。で、現在も阪急百貨店と阪神百貨店ありますよね。両社は今、経営統合してますので、阪急阪神というね、同じグループ企業という形になってるんですけれども、今も百貨店は分かれております。で、この阪神百貨店はどちらかというと庶民派という形で、阪急百貨店の方が高級派みたいなね、感じで知られていたそうですよ。大阪駅から直結ということになっていますね。で、今回はスナックパークというね、阪神百貨店の地下1階にある今も根強い人気があるんですけれども、1957年開店したスナックパーク、今も開店当時からある店舗があるということで、コンセプトはワンコインで楽しめる食。もともと阪神百貨店は食がとても強かったそうですね。阪神名物イカ焼き、こちら開店当時からあると。たこ焼きじゃなくてイカ焼きなんですね。こちらも生地にほんのりと味がついていて、とても美味しいです。結構ね、列をなしているという光景をよく見ます。スナックパークはどのお店も500円以内で、ね、何か食べれるような値段設計になっています。さっきのたこ焼きもね、4個入りということでお安く食べることができました。ラーメンもね、醤油ラーメンだと350円とかね、あったりするみたいです。他にもラーメン屋さん、もうちょっとね、普通のお店に行ったらお値段帯高いところも、ここではね、500円付近に抑えられたりっていうメニューが存在していたりします。スナックパーク、歴史あるスナックパークは新しくなったんですけれども、存続されました。で、現在も根強い人気があるんですね。特にイカ焼きはね、もう並ぶなっていう印象があります。梅田駅結構回るの難しいんですけど、阪神電車はこちらっていうね、案内板に従っていけば、この場所までたどり着けるんじゃないかなと思います。スナックパーク、いいところですね。どのお店もリーズナブルに楽しむことができます。こちらが阪神電車大阪梅田駅です。改札の近くには、これまた昔から愛される場所、ミックスジュースも美味しいんですね。なんと食べログ100名店にも入っています。100いくらで飲みます。これはいつも飲んじゃいますね。とても美味しいです。今回は大阪、阪神百貨店のね、付近の観光をしていきました。いかがでしたでしょうか？この動画はここまで。他にも大阪駅におすすめがありましたら教えてください。動画を最後までご覧いただき、ありがとうございました。